ワウワウで7月7日から放送配信スタートする連続ドラマ W 完全無罪。毎週日曜22時からワウワウプライム。ワウワウオンデマンド前後は、第1話は無料放送。ワウワウオンデマンドでは、第1話終了後に前後話を一挙配信。写真、広瀬アリス風間俊介の共演シーン作家、ダイモン竹明による、同国の冤罪同盟ミステリー小説。 講談社文庫を原作に、星の子や、マザーマザーともに2020年公開作品の大森辰監督が、広瀬アリス主演で連続ドラマ化した本作。21年前の少女誘拐事件の冤罪再審裁判の担当に抜擢された弁護士、松岡千佐、広瀬が、自らもその事件で監禁された被害者の一人であるという境遇を抱えながらも、自身を殺めたかもしれない容疑者。 平山北村幸也と対峙する最新裁判を中心に真相究明への切実な探求心を持つ彼女にしかできない弁護を展開していく。事件の真相に迫る本格ヒューマンミステリーとなっている。知佐を演じた広瀬と知佐の相棒を務める同郷の弁護士熊博樹を演じた風間俊介に本作の見どころや撮影の舞台裏について語ってもらった。 超豪華キャストによる重厚なミステリー作品となりますが、撮影現場はどのような状況だったのでしょうか。風間千佐は、盟友たちとのトーナメント方式のタッグマッチみたいだったよね。広瀬、あれはすごかった。しかも、クランクイーンしてからわずか1週間のうちに、私にとってめちゃくちゃ重たいシーンの撮影が、全部一気にやってきたんですよ、わら。1話のラストの平山との石鹸室の死因なんて、 撮影が始まって3日目でしたからね。北村幸也さんと、初めまして、の状態で真正面から向き合ったかと思えば、その2日後には、当時の事件を担当していた元刑事である奥田、英治さんとも向き合って。そして、さらにその部下だった音を、たくま、さんまで現れて。毎日毎日、カロリー高いな、って、笑、心が高揚してました。風間俳優としての、 5年分くらいのカロリーがあったんじゃない、わら。広瀬、まさに、わら。それくらいの密度で、最初の1週間を過ごしました。専門用語ばかりが並ぶ漢字だらけの台本にもかかわらず、大森監督は基本的にワンシーンワンカットの一連で撮ることが多いので、一瞬たりとも気が抜けないし、セリフも絶対かめないですし、クランクイーンのかなり前から台本を読み続けていたのですが、 言い慣れないセリフばかりでなかなかしっくりこなくて、自分の体の中にセリフを落とし込むまで、すごく時間がかかった気がします。風間僕が演じるクマは、タッグマッチが繰り広げられているところに、何の話みたいな感じで時々フラットやってきてくれる。こう、これは、ヒロセアリスが、今ものすごいことをやってるぞ。って思いながら見守ってました。先ほど話題になった石鹸室のシーンでは、千サ自身、 自らの過去を全部吐き出すことで、平山の信頼を得るところもありますね。広瀬、そうですね。言葉にしながら、自分の頭の中で整理している感覚がすごくありました。回想シーンはそれまでも出てくるんですが、チサが自分自身で話すのは、その場面が初めてなので、自分でもどうしていいかわからない感情が湧いてきて、周りの音が全く聞こえなくなった上に、 すぐ近くにあったカメラさえ見えなくなって、本当に平山さんと二人だけで向き合えた瞬間で、カットがかかった後、すごく頭がじんじんしてました。北村さんの、わからなさも、もう奥田さんの、説得力、も凄す,すぎて、マイ話、どっちが言ってることが正しいんだろう、って、信じるという気持ちが激しく揺さぶられてしまうんです。風間これはあくまでも個人的意見なんですが信じる。 って言葉はすごく健やかだから思わずそこにすがりつきたくなってしまうけど見方を変えると信じることって実は思考停止している瞬間でもある気が僕自身はするんですよね。ちさが真実と向き合おうとすればするほど一体何が本当なのかわからなくなっていくその様子がつぶさに書かれているのがこのドラマのリアルで怖いところでありオブラートに包まれていたものが剥がされていくのがこのドラマの魅力でもあるんですが。 ちさのようにわざわざ自分の心のかさぶたを剥がして、そこに泥を塗り込むようなことは、僕にはできない気がします。広瀬、私も無理です。誰よりも諦めが早い人間なので、絶対にあそこまで向き合えない。風間そもそも人間って、自分の信念みたいなものと本気で真っ向から向き合うと、心身ともに壊れてしまうから、それをやったらダメなはずなんですよ。 きっと千佐自身もそれまでは適度に自分をいなしながら生きてきたんだと思うんですけど、平山の弁護を担当することになったことで、さすがにもう逃げられない、ってところまで来て腹をくくって正面から受け止めることになる。それこそ、誰かを信じる、というより、信じる、と決めた自分自身を裏切らないように生きていくことでもあるからめちゃくちゃしんどいことですし、 アスリートなら筋肉痛になったり筋断裂したりするくらい地差は満身創痍だったはず。広瀬、確かに心はズタズタでしたね。風間だからこそ、地差はとてつもない輝きを放つとも言えるわけだけど。演じる広瀬さん自身、あの状況でメンタルが削られていないわけがない。これはちょっと意地悪な言い方に聞こえるかもしれないけど、それも、本当かもしれないし、きっと全部が、 本当の広瀬アリスだとは思うんだけど撮影の前後やメイク中なんかは本来知差みたいなヘビーな役を演じている時は現場で一言も喋らない役者でいても全然 OK なはずなのにどんな時でも広瀬さんは自分から率先して周りに声をかけていてまさにみんながいてほしい広瀬アリスがそこにいるんですよねすげえ人だなと思って見てましたねら広瀬笑 あそこの足つぼマッサージのお姉さん、めちゃくちゃ腕が良かった。風間これですよ、広瀬アリスが人々に愛される理由は、このエピソードにすべて詰まってる、わら、わら、お二人とも、大森組に参加されるのは今回初めてですが、大森監督の演出はいかがでした。広瀬、大森さんに、今のだとお芝居になっちゃってるから、もっと力を抜いてやって、って言われて、最初は、え、 と思っててかなり混乱していたんで,すでも実際に力の抜けている状態の北村さんを見て、あ、こんな感じか。って学ばせていただきました。風間右に同じく、わら、熊としては、きつく結ばれた物語の紐を緩める、コメディリリーフ、的な役割を果たせたら、みたいな下心が僕の中にはあったんですが、あ、大丈夫。そういうのはいらないから、 大森さんにはかなり早い段階で見抜かれて、笑。広瀬自分で見ていてよくわかるんですが、その場で私たちが体感していたリアルな緊張感が画面越しにも伝わってくるんです。そういうのが大事なんだって気づかされました。風間実際に会話してるときは、次に誰が喋り出すのかなんて本当はわからないもんね。広瀬、そうそう。 とっさに言葉が出なくて少し間が空いたりするのも、逆にすごくリアルだし。役者同士の駆け引きや息遣いまで、そのまま本編に載ってる感じも私は好きですね。風間たまたま居合わせた人のような視点で見られるドラマになっていて驚きました。最後に、ドラマを楽しみにしている方々にメッセージを。広瀬何が真実で、何が正義なのか、ということより、信じるとは、 どういうことなのか、というところに行き着いたことが、自分にとってはものすごく大きくて。勘終わった後、果たして本当にこれで幸せだったのかな、ってしばらく余韻に浸ってしまいました。皆さんの心の中にもそんな余韻が少しでも生まれたら、挑戦した甲斐があります。決して明るい話ではないですが、各話ごとに目いっぱい心を揺さぶられてほしいです。風間いろんな意味で、すごく。 面白い作品に仕上がっているんじゃないかと思いますそれこそ何も考えずに気楽に楽しめるという意味でのライトで面白い作品は世の中にたくさんあってもちろんそれも僕は大好きなんですが今回の完全無罪の場合は思わず低い声で面白いと唸ってしまうようなそんな作品になっていますのでぜひとも楽しみにしていてください